はい、今日はひまわりを作っていきたいと思います。鍋には適当な量のグラニュー糖を入れています。ここに水飴を入れていきます。容器が傾いていたので水飴が蓋にくっついてしまいました。別にイライラしてません。全然イライラとかはしてません。水飴も適当な量を入れておきます。今日はなんとなく計量をしません。水飴はネチャネチャしていて扱いにくいので、できるだけスマートに入れていきたいですね。はい、水飴が入ったら水を適当に入れていきます。食紅を使ってひまわりの黄色を作っていきます。これはスーパーで買った食紅です。水に溶いて鍋に入れていきます。可愛いひまわりというよりちょっと綺麗なひまわりにしたいので茶色を少しだけ入れます。茶色を少し入れることでちょっとリアルな深みのある色になります。このまま175度まで炊いていきます。少し飴を残しておいて茶色く着色してひまわりの種の部分を作ります。つぶつぶの押し型で押します。こんな感じで粒々の感じがキラキラになります。先ほど流した黄色い飴を引っ張ってツヤを出します。茶色い飴も引っ張ってツヤを出しておきます。先ほどのひまわりの種より少し大きい土台を作っていきます。土台に種を接着します。土台が持ちやすいように取っ手も作っておきます。
これで土台の完成です。バイバイ。ひまわりの種の周りの小さな花びらを作っていきます。作り方はダリアの花びらと同じです。種の内側に綺麗な円になるようにつけていきます。同じパーツを作ってもう一周していきます。一周目の花びらの間につけていきます。これでひまわりの種の周りが完成です。